姫様、やっと気づいたね。本当にもう心配したんだよ。きゅふー。私一体あの双子ですよ。双子、あれ思い出せない？あれかな、記憶が混濁してるとか？うん、でも思い出してきた。ぼんやりとだけど。では私から説明いたします。あの双子との戦闘、彼女たちは突如として現れ、すぐさま攻め始めました。よし、皆の者、準備はいいな。抜かるなよ。行けい。それにしてもここにいるのね。まだ少し信じられないけど、私たちに選択肢はないの。それが拾われ者の定めよ。そうね、私たちは戦うのみ。そう、考えるんじゃない。ただ従えばいいの。そうすることでしか生きられないのよね、私たち。それが駒として生まれた私たちの宿命。今まで、そして今も。レグリナの拠点としている遊園地に新たな刺客が襲来した。それはアルマ・ミュラーとテルマ・ミュラー、双子の女戦士だった。帰還したゼノは上層部に再侵攻を訴えた。それをある人物が聞き入れ、今回の出兵となった。しかし2人にはそのある人物から別の命令が下されていた。事態はまた新たな動きを見せ始めていた。あれ、あそこに何か見えるわ。お前、お化けか？お前をやれば大金がもらえる。おとなしく食って。暴れんな。落ちなさい。落ち。なかったのか。見せつけてくれるわ。Oh, が負けるなんて。私の出世に協力してもらうわ。団長の器ではなかったのね。走るよ。追いつけるかしら。相手はおちなさい。さらそこまだ走りたい。早く帰りたいんだ。さっさと終わらせよう。の勉強もしておくべきだったかしら。燃え尽きればいいのよ。なんだこれ。早くペトラのところに帰らなきゃいけない。動け。大丈夫。痛みを感じる間もないさ。魔女よ、いや魔人の使いども。え？あんたも私らのこと知ってるの？ベイルって男と同じですね。なんかさ、それって裏を感じちゃうな。あなたたちも同じ穴の方かな。さあね、そんなこと別にいいでしょ。もっと大事な用があるのよ。お前たちをここで消滅させなきゃいけないの。ああ、そう、分かった分かった、消えちゃいますってわけにはいかないんだよね。姫様、聖言の反応が強いです。もしかすると彼女、そう、私たちも聖者の末裔、そして聖言の名役者。お前たちを消し去り、すべての聖言を回収させてもらう。なんだか妙な雲行きだね。でもさ、聖者の末裔って言うんだったらやることは一つじゃない？その通りです。今は彼女たちを倒すことに集中しましょう。よろしいですか、姫様。サクッと終わらせるわよ。怖いよ、ロザリー。そこよ。それ。そこよ。何？本当は。ロザリー、助け。落ちなさい。はっ。落ちなさい。落ちなさい。そこ。落ちなさい。そっち。直接冷やしても意味がないの。アルマ、使命を果たそう。すべてはフリッ。リゼ様のために。そこ。落ちなさい。聖言はもらい受ける。行くよテルマ。よしよ。落ちなさい。落ちなさい。テルマ、私ここまで見た。そこに。そこに。そこに。申し訳ありません、フリーゼ様。そ。姫様、どうされました？ちょっとめまいが。きゅふん、大変大変。とにかくさ、どこかで休息を。そうだったの。そのまま深くお眠りになられまして、今に至るってわけ。ひい様、気分はどう？ちょっとぼんやりするかな、頭が。でも大丈夫よ、リリア。よかった。しかしどうして倒れられたのでしょうね。少し思い出したわ。あの双子の死を見て、急に目の前の景色がぼんやりとしてきたの。そうですか。ま、戦いが終わってほっとした拍子なのかもね。そうだよそうだよ、ひい様、もうちょっと寝てなよ。うん、そうさせてもらうわ。であれば我らは体質を。ごゆっくりお休みくださいませ、姫様。どうやら記憶が揺さぶられてきたみたいだね。やはり双子という存在が強く影響したんでしょうね。それも死に際での別れを見ちゃったんだもんね。まずは扉の鍵が一つ開いたってところですね。とにかく先へ進みましょう。